さあ皆さんこんにちは、こんばんは、ゴーストです。今回も EA スポーツ WRC の動画を上げていきたいと思います。本日はですね、もうラリーゲームをレビューするならまずここは走っとかないとレビューなんてできねえだろうっていうぐらいのラリーの聖地中の聖地、モンテカルロラリーの方をプレイしていこうと思いますね。本日はモンテカルロラリーの SS1 本を走っていきたいと思います。それでは早速いきましょう。こちらですね、さあラリー、もう何でしょう、元祖ラリーステージと言ってもいい、伝統中の伝統のね、歴史あるラリーになります、モンテカルロラリー。今回はですね、その中のそうですね、まあ、SS1 を普通に走っていきたいと思います。結構レイアウトは何種類か用意されているようですが、今回はねやっぱりここでしょ、もうモンテカルロを走るのであればもうベスビエさんは走らないともうラリーゲームをレビューなんてできねえと、ベスビエ山のフルコースを走っていきたいと思います。でちょっとね、今作のモンテカルロで気になるのが、あの 100% アスファルトってなってるんですよね。もしかしてミックスサーフェイスないっていうところがちょっと気になってるところなんですよ。まあそこは実際走ってみてね、見ていきたいと思います。まあ、私的にはね、あの雪とかが途中にこうやってくるモンテカルロが好きなんですけどね、あの WRC シリーズにあったような、あのドライタイヤだと10キロぐらいでしか曲がれないようなえげつない滑り方をする雪があってほしいんですけど、ちょっとね見た感じ 100% アスファルトなんですよね。まあ、ちょっとわかんないです。もしかしたらあのコンディション変化がないタイムトライアルモードだとミックスサーフェイスないとか、そういう可能性もありますからね。今回も WR カーを乗っていきたいと思います。フォードプーマで今回も走っていきましょう。さあやってまいりました、ラリーの聖地、ラリーモンテカルロですね。このラリーをやっぱりねプレイする前にレビューしようなんていうのはもうダメだねダメですね。やっぱここをプレイしてからじゃないとちょっとラリーゲームの批評はできないかなという、まあゴーストでございます。今回モンテカルロはどのような感じのステージなのかちょっと気になりますけど、すごくねあの明るいですね。ダートラリーとか WRC ジェネレーションだとこう曇り空のどんよりしたステージという印象だったんですが、今回の EAWRC のラリーモンテカルロはとてもなんだろう、こうサンシャインですねサンシャインですよ、光り輝いております。太陽がすごくなんか気持ちがいい、なんかイタリアの空のようですね。景色はですねすごく好きですね、いい感じだと思います。あの建物の感じとかテンション上がりますね。ダートラリーのモンテカルロよりはなんかこう開放感があるというか、なんだろう、こうダートラリーのモンテカルロって走る前から不吉な予感しかしなかったですけど、これなんかねうまくいきそうな感じがしますね、なんとなくでは行きたいと思います。でちょっとなんか見た目もグリップしそうですよね、今の路面ね。それではチューニングをして、そうですね、まあ大丈夫そうですね、ちょっとサイドブレーキだけ強くしていこうかな。いやまあこんなもんでいいか、でもなんかグリップ良さそうだし、多分サイドブレーキは使わないんじゃないかな、ほとんど。あのヘアピンとかがどのぐらいきついかですよね。あれなんだ、ちょちょっとお待ちくださいね。あ、OK、よし。あとはブーストのセットをバランスを使ってみようかな。それでは早速いきたいと思います。フォードプーマーですね。でベスビエさんのラリーモンテカルロ SS1 18.5 キロフルコース初見走行といきましょう。さあ今作のラリーモンテカルロの景色をようやく見れますね。まあラリーフィンランドはもう見たから、もうモンテカルロ走ればまあまあ、スタート4 right 5 left good luck 5 left good luck 了解、はい、5 4 3 2 1 go go 4 right past junction and 5 left 30 5 left don't cut a plain hairpin right 40 6 right 30Only two left, opens long. 60. Three right, half long, tightens. 30, six right, and six left, 80. Slight right, slight left, into six right, 50, short, four
狭い。リズムが好きですね。リズムがいい。ここで最高。ついついこう没入してしまいますね。
いやこれクサラでやりたいな、これ。もうなんちゃってセバスチャンローブごっこやりたいわ、これ。おっと危ない Slight right, 40, slight right, 60, crest, 70, slowing, slight right, 40, 5
left short, 80, 6 right for crest, 80, 5 left, 4 right for crest, 70, crest, 90. Caution, slight right to 6 left short, and 6 right, 60, late, 1 left, 30. Slight left to 6 right short, and 6 right, 350. Slight right, long, and crest, 60, slight left, 100, slowing, crest, 100, 4 left, and 5 right, 100. Bumpy, 5 right, 50, slight left, finish, 100, 6 right, to stop. Okay. よー、さあ、初モンテカルロベスビエさん走ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。やっぱりミックスサーフェスはなかったですね。まあ、雪が降ってきたら積もるとかいう描写があるのかどうかがちょっと気になるところですね。やっぱりモンテカルロはミックスサーフェス欲しいよなちょっと欲しいかな。でもこれはこれでね、いいですね。面白いです。今までのモンテカルロには何だろう、なかなかねなかったこのスピード感がありますね。でリズムがすごくいい。なんか陶芸って感じですね、すごく。正直ね、日本よりも好きかもしれないこれラリージャパンより好きかもしれないですね。すごくいい。何よりもねコース周りの、まあ、風景が結構好きかな今回のモンテカルロは。まあ、ちょっとね曇り空のモンテカルロも見てみたいところではありますね。なんかちょっとこの景色が好き。ただ思ったのがね、ダートラリーのモンテカルロにめっちゃ似てないって思いますね。なんか一部のレイアウトとかなんかここ見たことないかなみたいな、ここ同じじゃないみたいな感じのレイアウトもいくつか感じましたね。後半なんかすごい猛烈なダウンヒルセクションになったんですけど、あそこはねなんかものすごい初めて感がありましたね。うわ、ここはなんか怖いなみたいな。後半5速オーバーレブで全開で下っていくようなところあったじゃないですか。あんなところはねダートラリーの時はなかったので。あとダートラリーの時はねモンテカルロって18キロもなかったですよ。12キロちょっとだと思うんですよ。ただこの前半区間のヒルクライムセクション、ここはねなんか景色が違うからいまいち本当に同じなのかどうかは分かんないんですけど、なんかねここのレイアウトは似てるところあったよなっていうところがいくつか感じました。特にねヘアピンコーナーとかがなんかこのヘアピン見たことあんなみたいなそんななんかヘアピンがいくつかあったので、もしかしたらダートラリーのモンテカルロのデータを割とそのまま流用してる可能性もなきにしもあらずという感じがします。なんかスウェーデンもねなんかダートラリー臭いなっていう感じがしたので、ワンチャンあると思いますね。ただ雪のセクションがなくなってるので、どこがどこなのかちょっと厳密に見比べてみないと分かんないですけど、多分ね共通の部分があるような気がしますね。なのでなんだろう、初めてのコースではあるんですけれども、なんか見覚えあるなこのリズムみたいな、なんかこのリズム体が覚えてんぞみたいなところはなんかありましたね。なんか見覚えのあるコーナーみたいなね。でも全体的にですね、すごくハイグリップで、ダートラリーの時に比べるとなんだろう、その WRC シリーズの挙動がちょっとテイストが違うので違う部分もあるんですけど、結構ねグリップ感も良くて気持ちよく走れるモンテカルロだなという感じがしました。なんかこう今までのおっかなびっくり走るようなモンテカルロではなくて、なんでしょう、すごくこう自分がねまるで WRC のドライバーになったかのような、なんかすごい俺うまくねみたいな気分を味わえるモンテカルロ感ですね。これはですね、大半のプレイヤーにそのなんでしょう、ラリードライバーになったかのようなその疑似体験や満足感を与えるようなテイストのような気がしますね。そういう意味ではもちろん本格派の人間たちの 目が肥えた人たちのね、人たちに見せるモンテカルロとしての完成度もあると思いますが、何よりも幅広い層を意識したモンテカルロという感じのデザイン感を感じましたね。そんなモンテカルロでした。というわけで今回はお別れにしましょう。ゴーストでした。